おはようございます。びっくり、5日目、今日から朝の体操に鳥みたいな。出た、この前のやつやんな。昨日のやつか。あの恐竜がいるようです。新しいね、恐竜がついに登場したよね。うわ、浮いてる。踊んの君も一緒に踊ろうか。全然さ、悪の博士っぽさなくなってるよね。今日のラジオ体操もしっかりこなしやっていきましょう。7月のさ、31日から始まるから、5日目なのか4日目なのか全然わからんくなってくる。じゃあいただきます。いただきます。唐揚げか、朝からタンパク質もりもりやな。さてと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。そうだ、朝から重たいとかそんなんないよな。あの緑竜の呼び名を決めないとね。しんちゃんならあの緑竜をなんて呼ぶ？ヨーク竜、ハートマーク、恐怖の巨大鳥は実在した。これが名前？ここにしようぜ。恐怖の巨大鳥は実在。こうして無事、緑竜のニックネームが決まったよ。長い。やめとけばよかったと、ちょっと後悔してる。勝手に外出た。なんやろ。お、お姉さん、スーパーの、霧島スーパーのお姉さん。山田もっと、おやすみのすけ、今暇？ほら、一生懸命作るぞ。そりゃ今暇？じゃなくて手間暇。ようわかるな、山田もっとさん。お、全然しんちゃんの声のネタわからんわ。悪野さん家に伝票を持って行くんだけど、散歩がてら一緒に来る？悪野さんっていうのは悪野博士、一応悪野が名前やってんね。たくさん歩くのに散歩とはこれいかにだぞ。うまい。じゃあ私の後をついてきておいで。最初はここのおじさんがやってる新聞社の前で待ち。あ、そういえばね、新聞社皆さん行ってます？なんやかんや忘れがちじゃない？新聞社なんかね、なるべく行った方がいいらしい。ちょいさ、新聞社行ってみいひん？どうやって行くんやったっけ、こっち。俺もう新聞社行かなすぎて忘れてまうわ。ここやんな、新聞社の前。先にさ、新聞見てからにしようぜ。ちょっとお姉さん待たせといて。うわ、なんか新聞社くんの2日ぶりや。ドシンドシンと随分大きな音を立てて工事車両が通ってるなと思ったら、ここは恐竜の通り道だったのね。スクープ記事のチャンスかも。ブリ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 、絶対それ売れるで。もう俺の力なしでもいけるな。しんのすけ、良い記事はできたかい？出報出報シュッポボ、シュッシュッポボ。今日はどんな記事ができた？見て見て、何書いたっけ。これは歴史に残る大スクープだ。あれ、あ、写真撮ったやつを送るだけでいいんや。すごいぞ、しんのすけくん。お、ありがとう。スクロール。何が記事なんやろ。お、これ一番記事ちゃう？シーラカンス最強レベルよの。どう、新之助記者の記事による新規契約数は634人。お小遣い540円をもらった。これ絶対やった方がいいね。毎日新聞社を成長させると、どうやら恐竜カードっていうのがもらえるらしいねんか。ありがとうございます。まあ、それを狙ってきたよね。紙面になったものはすぐそこのロッカーに貼ってあるから見てごらん。誰もが面白い記事を求めている。うん、しんのすけくんも我が新聞社の発展のため頑張ってくれたまえ。うん、おいよ、どれぐらい今成長してんやろな新聞社。ここら辺は調べたやんな。調べる、なんかあった。この階段はどこに繋がっているのかな。見られへんのか。調べる、あるよ。印刷を終えたばかりの新聞紙が積んである。風で飛ばされへんのか、大丈夫。今新聞社の状況はこんな感じ。お、見れるやん。本日の新規契約者数プラス634人。この町の人口を超えてる気がするけどな。売り上げがすっごい伸びてるよ。やったね、活躍だね、しんちゃん。目標達成。現在の発行部数、目標数目標数知らんかったわ。500中644で更新したね。我が社が大きくなった。うん、君のおかげだ。ありがとう。ありがとう。こちらこそ。おめでとう。
しんちゃんのおかげで売り上げが伸びて新聞社が大きくなったよ。新しい新聞の名前はじゃーん。何？あっそう、子供新聞。販売数が増えたのでボーナスを支給します。やった、おめでとう。何もらった？チョコビア。おお、ほんまや、もらえた。これは絶対やっとかなあかんね。毎日のルーティンに組み込もうか。調べる。新聞社の印刷機械、いわゆる輪転機というやつだ。それだけもらえるのは。それだけか。サブ画面を開いて目標を見てみよう。目標には新聞記事の元になる出来事がたくさん書いてある。頑張って目標を達成しよう。サブ画面、これやんな。サブ画面のこれか。目標、目指せ昆虫博士、すべての種類をコレクション。あー、バッタとハチとチョウ全部あんや。ハナアブ頑張って見つけなあかんな。魚類、ヤマメ、やや頑張って5匹釣る。ヤマメ5匹釣らなあかんのか。シーラカンス、でもこれ捕まえたからあと楽そうやね。お使い、出前を3回伝える。出前を3回伝える、こういうのもやってきたよね。プラキオサウルスでバトルに3回勝利、カンタムロボでバトルに3回勝利。ここら辺はまだできへんもんな。しゃあ、まあ新聞の前通ったところで通れるのってる。おや、工事中のまた恐竜が踏んでったんかな。恐竜が通って壊したのかな。相変わらず破壊しまくんなあいつ。そや、ここの、はいはい、来た来た、こっちこっち。待って、俺その掲示板見たいね。見たいけど後でいいや。ちょっと前までここは工事現場で通れなかったんだけど、それ俺も知ってるぞ。恐竜が柵を壊して通れるようになったんだ。やっぱあいつあかんな、おとなしい性格って言うけど。あ、道の真ん中歩いたら恐竜に踏まれちゃうかもしれないから、ああ端っこを通っていいけど。優しい、注意注意、オッケー。普通に危ないよな。デッドオアですよ、踏まれたら死か死か、どっちか。こことっても綺麗でしょ。昨日来たよね、なんとかっていう名前の花が水の中に咲いているの。なんやろね、あれ、なんとか、とってもいい名前だぞ。いや、なんとかっていうのは名前を思い出せないだけなんだけどね。これなんやろうね。川に落ちたら危ないからね、注意注意。優しい、山田モットさん、山田さん、もーっともーっと、山田モット行くか。ここで釣りをすることによって多分発行部数を増やすことができんやろな。いいよ、何ゲットした？あゆか。黒髪さんのところのやつやんな。ここはよしこちゃんの家がやってる農園なの。昨日勝手に水やっちゃったけど。そうよ、さっきの新聞社で働いてるよしこちゃん。ここら辺は使っていない畑だから勝手に使っていいことになってるの。畑仕事やってみる？それってオラがあの素敵なお姉さんとお近づきになれるチャンス？そうかもね。じゃあやる。ブリブリ。やるしかない。しんのすけは畑仕事そのものには全く興味がなさそうね。ぶっちゃけ俺もそんな感じ。よしこ姉ちゃんに会いたいがための口実よね。それにしても彼女に対するこの熱烈な好奇心と私に対するこいつはどうでもいいや。暇つぶしに持ってこいな感じの違いは一体どこから生まれてくるものなのかしら。じゃあ次は悪野さんの秘密研究所でね。ちゃんと追いかけてくるんだよ。さっきの新聞記者も毎日やらなあかんし、ここもやね、黒髪農園の。てかロープウェイにも乗りたよな。水やっとこ。おい、人参に水あげた。次こっち、トマト。はい、最後唐辛子できた。今日はこんなもんでいいでしょ。あ、これ取らな。よし、シソを手に入れた。ここはシソ固定なんやね。来た。こっちやね。ここを曲がる。これすごない？車どうやって移動すんのって思わん？こんなん無理やんね。俺操作できんわ、こんなん。
お、行ってきた？アクロさんところ。どうしたの？今日は大事な伝票を持ってきたんだけど、おらへんのか？アクロさん、いなかった。一体どこにいるんだろう。しんのすけも探してくれない？見つけてくれたらチョコビを一箱プレゼント。やるやる。さて、悪の博士を探すことになったしんのすけ、うん、博士は一体どこにいるのでしょうか。ね、探しに行こうぜ。どうせあれやろ、知ってんで。いや待てよ、ここに山田モットさんがいるってことはちゃうか。調べる。水門下げられへんし。え、あいつどこ行った？でもさ、早見つけへんとおらんくなるもんな。どなかでよく作ってんだ。忍者は軽々しく秘密を喋ってはいけないのでござる。カレー屋さんだぞ、忍者である。言ってほしいわ。あの食品系の人来てさ、秘伝のタレとかでもよくあるやんな。秘伝のタレとか言いつつ後ろにちゃんと載ってるみたいなレシピが、全然秘伝でもなんでもあらへんやみたいなさ。そんなことにならんかな。いた、こんなところにおった。めっちゃ時間かかったわ。牛乳のところにヒントがないからな、探すの苦労するな。これ無事に見つけることができました。よかった。牛乳、しんのすけ、お手柄。伝票持ってきたんか。俺ミスター、俺回覧板持ってきてんのかと思った。どんだけ馴染んどんねんこの博士って思ったけど、伝票か。やっと見つけた、悪野さん。どうしたのじゃ。今日餌代の伝票を持っていくと言ったでしょ。あー、いかん、忘れてた忘れてた。もう本当に忘れっぽいんだから、注意注意。はい、牧草ロール7トン分の伝票よ。まあ、それぐらいいるよな。ロールケーキ、オラも食べられる。牧草ロールは牛などの餌なので、うん、人間は多分食べられませんね。お腹壊しそうよね。来週の火曜に配達だって。さて、ここで問題です。お、なんか来たぞ。牧草7トンで恐竜の餌何に。確かに7トンやろ、3日くらいしか持たへんのじゃん。プラキオンは推定体重23トン、牛のおよそ38倍。牛の飼料が毎日30キロであることから推測すると、プラキオンは毎日を1週間か1週間しか持たへんのか。しかも新しいこいつもいると。恐怖の巨大鳥は実在さが増えてるし。あ、言いにく、後悔してるこの名前にしたこと。しんのすけは博士を見つけたご褒美に、うん、美味しいチョコビをもらいます。やったー、チョコビもらった。ロールじゃなくてよかったね。こっちの方が普通に嬉しい。チョコビを手に入れた。散歩してんちゃうぞ。10トンぐらいしようってことやもんな、1週間で。そういえばここの扉の中どうなってるのか気にならない？時々この町の小さな子たちがたくさん集まってるみたいだ。行こうぜ。恐竜バトルがここでできるらしいねんか、聞いた噂によれば。いけるやん。おいおいおい、マサオ。よ、楽しもうぜ。こんにちは。マサヤ。僕はロボット。ロボット。おにぎりって言わないで。はい。なんでロボットなの？僕はロボットが好きなんだ。あ、それでロボット。だから僕もロボットなんだ。どう見てもおにぎりだぞ。おにぎりって言わないで。ごめん。僕らはここに集まって恐竜バトルで遊んでるんだ。君はやる？やるやるやる。ほら、恐竜と戦うのは嫌だぞ。戦わせるのは博士が作ってくれたバトル用ロボットだよ。本物とは違うけどすごい迫力な。あ、外にいる恐竜たちが戦うんやと思ってたけど、そうやないんやね。僕はロボットが大好きだから悪の博士も大好きなんだ。あの人は世界を救うヒーローだよ。なんで子供にロボットを作ってるの？もしかして後で高額の請求が。ロボットをくれる理由は博士も僕のことが大好きだからなんだ。どうやら僕の頭の形が好きなんだって。よくわからないけどね。あ、君の名前は？オラはしんのすけ。僕はマサヤ。よろしくね。もし恐竜バトルやりたくなったら真ん中の段ボール箱を調べてね。
みんな集まってくる。よし、虫バトルやっか。みんな来た。お姉ちゃんも来た。お姉ちゃんも楽しみたんやな。みんなどこかで会ったことがある人みたいですな。そうなんだ。どんなお友達なの？オラたちみんなで春日部をお守りしてるんだぞ。合言葉は春日部防衛隊ファイヤー。僕らもアッソの平和を守ってるんだ。じゃあ合言葉は？アッソ防衛隊ファイヤー、ファイヤー。というわけでアッソ防衛隊のみんな、ここで戦わせているのは全て博士が作ったロボットなんだ。壊しちゃったら大変だわ。慎重に扱わなきゃ。やるか。対戦相手を選択。弱い、普通、普通、普通か、強いやないんやな。恐怖の、巨大鳥は実在したが、ララコが使ってて、プラキオーンはマサヤが使っとんのか。俺に使わせろよな。プラキオーン VS プラキオーン、勝てんのかな。やってみっか。あ、これさっきもらったカードや。 HP が50アップする。強ない。出発お進行。うえー、やろうやないか。バトルスタート。どうやって戦うんやろ。どれにしますかね。グーチョキパーで、グーチョキパーでか。グーが必殺技、チョキはあんまり強くなくて、パーがスピン、ストンピング、相手を見る。一緒やんね。一緒やな。まあ、ちょっと余裕あるから体力に。一回ストーンピングで。いざ勝負。おー、アイコの場合どうなんの。アイコルーレット。来た、俺の勝ち。勝ち。よっしゃ、アイコルーレット。両方がさ、ダメージを食らうわけはないんやね。よーし、78のダメージ。ヒントチャンスです。ヒントチャンス。これにするよ。パーでいく。あ、そうなん、言っていいの。ヒントどころやないけど。いざ勝負。おい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 、そんなんでええのか。ほら、次鼻息台風使ってみようぜ。なんか溜まってる。スペシャル絶対勝てるってこと。あー、ずる。最強技。これ強っ。120ダメージやろ。やば、131、52ダメージか。あと50に与えれば勝てんのか。グーでいく。ほならパーで勝ちやな。よっしゃ。まあまあまあ、弱やからな。勝って当たり前みたいなとこあるよな。よっしゃ。これでさ、プラヒオンのレベルとか上がんのかな。パーフェクトノックアウト。ノックアウト。かっこいい。お見事、しんのすけの勝利です。対戦相手を変える。特にさ、レベルが上がるってわけやないんやね。これいこうぜ、恐怖鳥。俺も、え、強ない？恐怖鳥。プラヒオンにして HP50 アップさせたらまあ戦えんこともないやろ。むしろ俺の方が強くないか。試合行こうか。スタート。序盤やからな。いきなりやってみる。ブンブンヘッドスイング。正直この恐怖の巨大鳥は実在したの必殺技がどれかわからんからさ。あ、グーなんや。そこ変わらんねんな。いいか、やってみよう。いざ勝負。あさすがに遅っ。おー、いくらダメージ食らう。やりますね。94。それはあかんな。まあ一旦尻尾アタックで様子見ようぜ。尻尾アタック。いざ勝負。はい、こっち。オッケーオッケーオッケー。恐竜バトルやん。ほら、それはやだ。昔なんかあったよね、恐竜キングみたいな。これにしよっと。チョキを使うわよ。じゃあグー使うわ。ほら、心の声を呼べるの最強すぎひんか、これ。これは痛いで。やるね。必殺技ゲージ溜まった。これさ、
溜まったらもうすぐ使ってええんちゃう、絶対勝てんやろ言うたら。この SP の時やないと勝たれへんねんな、 SP 同士の戦いやないと。ということは次相手に SP 使われたら俺はもう絶対負けるってことやもんな。パーかグーでどっちでも勝てるからパーいっていこうか。 SP 助かれた、うわー SP 使われたら絶対当たってまうもんな。いてぇ大ダメージ、144か。これにしよっと、初期を使うわよ。じゃあな、なんかズルしてるみたい。じゃんけんになったやんな、しんちゃんから。おっしゃー、オッケイ。まあこのねカードを手に入れるには新聞記者のところ行かないとあかんから、ぜひぜひ行ってみてください。お見事、しんのすけ。これでどうなんの、うん、勝ってたのにやめちゃうなんてすごいね。煽られてんのか。じゃあこれでいって解散。防衛隊ファイヤー、今日はこんなもんに添えたろか。結構やらなあかんと思うねんけど、そんなことないねんな。焦る人はなさそうね。水菜を手に入れた、こっちは水菜やな。ちゃんとリスポーンしとるわ。これは釣り、ちょい釣りしていこうか。魚も釣って一日楽しんでいこう。よいしょ、来た。何釣れた、新しい魚、炙りぼてか。これ持っとったな。一回さやったところはしばらく釣られへんのかな。なんかそんな気するよね。もう別のところでやってみようか。例えば左側でやった後に右側でやるとか。この場合どうなんやろ。この場合でもさすがに釣られへんのかな。一回移動せなあかん、あかんわ、出てこうへん。こっちもあかん。ここやったら釣れる。魚の影がないともう釣れへんのかな。あかんな、釣れへんな。そっか、でも結構今さお金持っとるから、ちょい買い物する。あ、そうや、掲示板見よう。アマゴーニーキ、しんのすけ、よう、なに掲示板見てんの、なんか持ってきてくれた。俺らこれにするぞ。アマゴ1匹しか持ってへんはず。ではしんのすけ、がっつり期待してるよ。あともう1匹やね、あとで釣りに行こうか。へい、いらっしゃい。今日はどんな用事。と560円持っとるから10トマト見つかって、いい、あと何やったっけ、何でもいいか。人参3つぐらい買っとこうか。毎度ありあざす、こちらこそ。ほんで多分こっちの方が高いよな。人参3つ、熟トマト2つ、お小遣い合計90円もらった。よきあんばい。拙者は野菜が好きなので仕入れる野菜の質にこだわりがあるでござる。おや、星が5つ溜まってるでござる。ひだやま食堂のよよこ殿に何度か話しかけてみられよ。ボーナスボーナス、ふぅ。ではしんのすけ殿、必ず戻ってこられよ。大人参が3本と赤唐辛子が6つね。買おうか。へい、いらっしゃい。大人参が3個と、忘れそうなるなすぐに。赤唐辛子が6つね。よし、410円。結構お金すぐ貯まるな、しんちゃんの。俺らこれにするぞ。よっしゃ、オッケー。あっそう、スタンプカードちょっともったいない気がするけど、どうなろう。よっしゃ、じゃあここまでいけたらあれしようぜ。家に帰ってヨヨコ殿にお話聞こっか。ボーナスがもらえる言うとったもんな。めちゃ楽しみちゃう。ボーナス普通に欲しい。ヨヨコ殿どこにおる。多分ご飯作ってんやちゃう、この時間帯って。こっちやんな、ちゃうわ、こっちか。おった、このブリブリがさ結構難しいねんな。しんちゃん、お手伝いの内容は忘れないようにしてね。何を持ってくればよいかはあそこにある掲示板見ればわかるからね。
何度か話しかけようか。お使いを一つ終えると、うん、星が一つ増える仕組みね。現在星は5つ以上。最高、すごいね、頑張ってる。もちのろんよ。ヨヨコちゃんからボーナスのお小遣いが出ました。やった、ありがとうございます。100円もらうんやったっけ。おお、これはうめえ。もうちょいある？なんかヨヨコおばちゃん、ヤマメを2つと始祖を4枚と始祖4ね。ほんでトマトが3個か。トマト3個は明日にならへんと手に入らんよな。晩ご飯食べさせてくれ。そろそろ晩ご飯だぞ。あれなんや、家の中やったらお父さんに話しかけられんねんな。外にいた場合は白なんや。あ、カレーライス、今日もカレーライス。いただきまーす。ヤマメ釣りに来て。我が社はしんのすけ記者の活躍で大幅に発行部数が増えたんだ。でかさぞしんのすけ、おめでとうしんちゃん。増えた発行部数に見合うよう新聞の名前も新しくしたよ。新しい名前はアッソー子供新聞。これで我が社は幼稚園児が作ってる新聞としてはこの県で最大になったぞ。まあなんて素敵なことなの。よかったな、しんのすけ。しゅっぽー、しゅっしゅっぽぼ、しゅっしゅっぽぼ。ええ感じに時間潰せたんやない。夜にできることがな、ちょい少ないっていうのかな。ほら、みんなと恐竜バトルで遊んだぞ。何それ。へえ、そんなおもちゃがあるの。恐竜ごっこもほどほどにしろよ。なんせこの町には本物がいるんだからな。他の県の人から見たらどんな気持ちなんやろね。ういい、うー、あざした。夜は外に出ちゃダメよ。はいはい、出たい時はママも行くから声をかけてね。はい、ぐえぐえかけたぞ。これ毎日同じことすんのかな。まずこっちやんな、気になるのは。ヨヨコさん、まだ泣いとるで。今日もヨヨコちゃんはメロドラマを見て泣いています。一体彼女の人生に足りないものは何でしょう。恋人か。ここのご飯美味しいだろ。ミサヤの料理は手抜きが多いからな。母ちゃんにつけるぞ。やめとけやめとけ、ミサヤにだけは言わないで。うん、母ちゃんにだけは言うぞ。鬼悪魔頑張ってるね。良い記事を期待してるから。はーい、明日また楽しみにしとけよ。お、あるぞ、いろいろ。うえ、しそに、こっちもしそにね。結構しそも集まってきたんやない。中庭行って、ここええー、な。あ、あるやん。イエーイ、ナイス、水菜。釣りしようぜ。あ、夜は釣りだけ。あ、できるできる。この時間帯やと全く見えへんな、魚。来た。なんや、新しい魚か。油ボテ、油ボテばっか釣れるな。それ以外の魚おらへんのか、ここ。お、ちょっと沈みかけてる。来た。よーし、ナイスだ。キラッキラしてるなぁ。釣りがいがあるね。ワニガメ、これ一匹釣ってしまったらしばらく出えへんのかなぁ。あ、でも食いつきそうちゃう。なんか魚おるよね。あ、食いつく。来た。よいしょ。ヤマメか。ヤマメや。あとヤマメ確かもう一匹釣り言うとったよな。まあそんなに急がんでもええか。ゆっくりやっていこうぜ。夜は多分こっち入られへんし、ここも無理。なんか捕まえた。オオカマキリか。特にいらんな。新しい魚も虫もそろそろゲットしたいところやけど。いやでもいいね、新種の虫やったら。キラキラしててすぐ分かりやすいし。今日はまあこんなもんにしておきましょうか。この霧島ストアのさ、ラジオ
癖にならへん。俺結構耳の中に残んねんけど、多分今日寝た時あの BGM 一生流れてるわ。あー今日はないか。ここに咲いとんねんけどな、コゴミってやつがな。あ、あるあるある、これコゴミ。これマジで手に入れといた方がいい。絶対後で不足してくるやろな。まあまあ今日はこんなもんにしときましょうか。寝まーす。絵日記書いていこうぜ。何？お小遣い合計300円もらったよ。目標達成。アッソー子供新聞社が大きくなった。新たな名前はアッソー子供新聞。次、綺麗な花のなんとかが水の中に咲いていた。黒髪農園、よしこの農園を見つけたよ。毎日 1000kg 食べる。恐竜はとにかくたくさん食べるんだ。 1000kg って何 kg？ 次、ロボット大好きまさやくん。バトル用ロボはなんだか楽しそうだな。初めての恐竜バトルをやってみる。うまく勝てるかわからない。全部勝ったからこれにしとこうか。嬉しいな、お手伝いでボーナスをもらったよ。目標達成、お小遣い合計1000円もらったよ。めちゃくちゃもらっとるやん。はーい、寝まーす。おとなしく寝るのよ。はいはい、おやすみなさい。はーい、よし、恐竜バトルもできるようになって楽しくなってきたんやないか。今日はこんなもんで寝ましょうか。